ほど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心臓と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ？まさかトワリンの時みたいなことを？いや、それはない。鎮圧されたを今放浪寮を守って、アビスの使徒がその残酷。早く、えい、よっと、はっ、それ。やっぱりアビス教団の魔物がいるぞ。油断するな、行くぞ。近づけば近づくほどって。お、行く。俺は。わ、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神、そのような行為を認めるつもり。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。神は当てにならない。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、奴らを信じきるな。そして、たとえ貴様が神を信じるなとか、ふん、過去の今日、最後に。え、なんだ。カーン・ルイヤは神によって滅ぼされた。く、話はここまでだ。おい、本当におかしない。ああ、リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を。まあ、あ、栄誉騎士パイモン、どうしてここに？ああ、神団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団、そして放浪寮を偵察していたところ、君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかし、アビス教団とボレアスに一体どんな関係が？単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか？ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ？風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに一理ある。とにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか？魔人の残酷にかかれないが、君はそれ、うん、気をつけてくれ。後のことは任せた。セピロスの栄誉騎士。